バシリー・バシリエビチ・ウルリヒは、ソビエト連邦の裁判官。ヨシフ・スターリンや、NKVD がデッチ上げた事件で起訴された、無数の冤罪被告人に対して、有罪判決を下し、スターリン独裁体制を支えた。性はロシア語表記に従って、ウリリヒ、ウリリフと表記される場合もある。リボニア州のリガで、ドイツ系の父親と、ロシア貴族出身の母親との間に生まれた。 父が革命家であったため、ロシア当局により、一家号とシベリアのイルクーツクへ5年の流刑に処された。1910年に、リガへ戻り、リガ工科大学で小学を学んだ。1914年に卒業した後、第一次世界大戦の最前線に送られた。ロシア革命後は、レフトロツキーによって、チェーカーに入れられた。さらに1921年7月、 軍事委員会の一員となる。ここで、スターリンの目に留まり、1926年にはソ連、最高裁の長官に任命された。スターリンの意を受けて、無法判決を下し、特に大粛清期には猛威を振るった。世界に向けて公開された3度のモスクワ裁判では、裁判長を務め、1937年6月の、 ミハイルトハチェフスキーら赤軍交換への死刑判決も下した。死刑執行にあたっては自ら立ち会うことがあり、さらには、ウルリヒ自身の手で死刑囚を殺して満足を得ることもあったという。大祖国戦争勃発後も無法判決を行い、サボタージュ、敗北主義者などとレッテルを貼られた人々に対して死刑判決を大量に下した。ポーランドの国内軍に対する迫害として、 悪名高い16人裁判でも裁判官を務めている。戦後も、スターリンへの追従と無法判決ぶりは変わらず、アンドレイ・ジダーノフによる文化時に抑圧政策を支持して、スターリンやジダーノフに睨まれた人々に有罪判決を下した。なお、赤軍が拘束したグリゴリー・セミオーノフ。 ピョートルクラスのフラモト白軍将校やアンドレイ・ウラソフラロシア解放軍関係者へも死刑判決を下している。しかし1948年、ウクライナの農民たちに死刑判決の代わりにシベリア追放刑を下した手違いの件でスターリンに辞職を求められた。その後は赤軍軍事法院の教官に転じたが、1951年に 心筋拘束により死去、ノボデビチボチに埋葬された、ウルリヒの墓、ありがとうございます。